はい、こんばんは、山里と申します。さあ、今回はね、えー、ミクさんの日、3月9日ミクさんの日だったよということでね、えー、ミクさんへについてね、愛を語るというかね、えー、語ってるわけでございますけど、まあ私の周り当然ボカロ好きな人も多いですけど、まあ私ね、そのボカロに、の通してのミクさんについては先に語っております。まああの、初回ロット実は仕入れをやってたよとかっていうね、えー ッチやっっててたよかいうががりがあるんですけどまあ、山この山涼さんとしては、やはりミクさんとしたら、切っても切れない関係なのがレーシングミックプロジェクトなわけですね。と、えー、いうことで、このスーパー GT をねメインで活動してます、レーシングミックプロジェクト。まあ私の場合、ちょっと二輪の方とかね、あ,あのぐすまでもね、あの、えー、他の、えー、ところね、マニュールとか、あのエッジとかはね、あの鈴鹿の展示とかはね、ある程度終えてるんですけど、えー まあ、メインはやっぱりスーパー GT になっています。とことでね、このスーパー GT のミクさんとのね、出会いとかね、えー、についてね、語ってことじゃないかというわけですね。で、結構あの、あ、最初あ、でも最初にとかないときの、私ちょっといろいろと大人の事情がございまして、もちろん、私が、えー、メインで応援しているチームというのはね、あの、 ちゃんとあ,、ね、あの、ああるわけでで、ねえー、ですすすよねそそううのもちろんもちろん、あの、ね、あの分かっております。あの、皆まで、えーね、えー、ね、分かっておりますんでね、ちゃんと、えー、メインでね、応援してるチームはちょっとまた別であったりするんですけど、まあ、あの64号車とかね、えー、そうです、そうです。あの、いや、でも,も、単純に、あの、中島怜樹も好きですしね、そう。 去年はいい年でしたしね、そうそうそう、そうとかっていうのはあるんですけど、まあまあまあ、そのあたりは置いといて、まあ、個人的にはね、まあ、ミクさんは長いことを応援してるわけです。まあ、あのどれぐらい長いことかって言ったらね、ちょうどね、なんかないかなと思ったらね、こんなに出てきましたね。あ、もう個人番号もいいか、<laughs> ね、一、え、応、ー、隠しおく、えー。こんなね、えー、パーソナルスポンサーって言って届くんですよね。でも多分今 パーソナルスポンサーになってる人はあれなんかデザインおかしいなと思うかもしれません。こいつはこれね、スタディグラッドレーシングってなってるんですね。あの、スタディなんですよ。で、 えっと、スタディ、スタディって、あ、今年ふ、あれ、今年復活するのもスタディで復活するんでしたっけあの、BMW のね、あの、ワックスで。えっ、ー、と、多分えっ、ー、と、GT で、そんな古くから見てない人からすると、パッと思いつくのは、あの、7号車ですよね。アーラージとヨルグ・ミューラー選手が走っとった、走しとった、あの、M カラーのね、ね、えー、あれがスタ,、えー、スタディレーシングでしたよね。そう。実は、その、あそこが昔は、あの、 ミクさんんをててたんですよねっていうの昔の話ですけど、まあ、どれぐらい前かなと思ったら、こういうふうにね、懐かしいですね、あ探したらありましたよ。これ2009年の、ね、オフィシャルパーソナルスポンサー、実は2009年からね、こっそりというか、まあまああの応援させてもらってるんですよね。懐かしいのに出てきましたよ。帽子もね、ほら、サクッとったら出てきましたね。今とだいぶデザイン違いますよね。あのー、これはどっちかちょうと、本当に中でちょっと、 その7号車の方の流れのね、えー、チームのエントランスとしては、ね、でしたんで、えー、だいぶと今とはね体勢が違うんですけど、ね、今はもう AMG とかでも当時はね、えー、Z4 でしたね。えーそう 初音ミクさんの Z4 って言ってね。で、イラストもね、そんな今、今までね、こそね、毎年、今年のミクさんは誰が描くんだってなっちゃいましたけど、当時はね、あの普通にね、あのミクさんのね、あのボカロのね、イラストをね、そのままポーンと載せる。で、まぁ、あ、ちょっといろいろアレンジを加えるぐらいだったんですよね。2008年の末からでしたよね、そう。あで、で撮って、で、なったんですよ。うん ですからまあな長い付き合いなわけですねえっ、ー、とね一つだけで、ね、結構ねみな、えー、さんにね誤解をされがちなのがレーシングミクーさんからあれでしょあのスーパー gt 入ったんでしょっていうね、えー、いうふうに思われている方が多いんですけど実はそうじゃないんですよね私ねあの実はも昔からずっと応援してたのはえっ、ー、とねもう知ってる人いるかな昔ウィルコムがメインスポンサーになって R&D スポーツさん、えー、ですから、えー、と今で言うとエントランというと何だ、えー、と61号車が、えー、スバル BRZ とか発車してるところが R&D さんですよね。えー、あとは、えー、とレオンレーシングもそうか、R&D さん絡んでましたっけ、黒、え、沢、ー、さんところね、うん、そう、えーと。とかのあの R&D さんが昔、 D、スポーツで、えー、とウィルコム・アドバン・ B マックっていう、B マックっていうマシンを走らせてたんですよね。実はあれがね、あのスーパー GT を見るきっかけだったんですよね。当時あのウィルコムを使っ,とって そうでウィルコムの実はあのカタログとかね,そのあのせね、毎月送られてくるようなやつのところに、いつもあのそういうスーパー GT やってますっていうなんか案内がついてたんですよね、ああ、GT かって言って、で意外とあの白車はもともと興味持ってなかったんですよあの、親父が興味なかったんですよね、親父がね、フォーミュラし,しかし興味がない人間だったんで、F1 はですんであの、いろいろファン感謝祭とかにも連れてってもらったりしましたけどね。 そうえう、ー、なんで、え白、ー、車なんや、GT やからなぁと思って、パッと見てみたら、BMAC っていうマシンが乗ってるんですよね。あの知らない人は、ぜひ BMAC って言って、えー、入れてほしいんですけど、あの、とてもじゃないけど、これは GT カーなのかっていう形をしてるわけですよね。え ?GT だったよな。あれなんか、なんかプロトタイプカーみたいなんな,なんやけど、どう見ても写真がっていうね。で、ウィルコムって書いてあって、GT で走ってますっていうて。 どんな,んなんやと思って、ね、当時は、ね、ギャオでやってたんですよ。で試しにギャオであの放送が見れるっていうんで、えー、ギャオで見てみたのがえっ、ー、とねあれは2008年のセパンか。えっ、ー、とねセパンですあの。マレーシアのセパングランプリマレーシアグランプリですね。で、あのー、マッチさんが初優勝した時、えー、ときコンドレーシングか。 JP やったかな ?JP が若かりし、JP が乗っ取って、タイヤ無効感を決めて、あの真夏の灼熱のマレーシアで。うん、で、優勝して、あのー、マッチさんが、ね、ちょっと涙をね、えーえー、こうしながらガッツポーズやっ,とったというか、かっけーっつってね、えー。そうそうそう。っていうのが実はね、入りだったんです。ですんで、最初は B 幕で、見とったら、です ね水田あれでもトヨタとあれとああなるほどなるほどクラスがえ2つあってああ本当だウィルコム走っとるわつっ,ってねえー、それでそのねえー、ウィルコムのチームを応援し始めたっていうのがちょっと始まりでえー、なんです結構、ね、すぐだったんですけどねでそこにえっいたしゃを走らせるっていうプロジェクトがやってくるっていう話が出てで あん当時はね、結構、その、イタシャれんとか、ね、あの、三重県でイタシャれんに入ってるようなね、えー、やつとかが後輩におって、うん、で、そういつらと話を聞いとって、いやいやいや、確か、浅田レーシングさんと組んでね、やっていくってことやから、結構、あの、ガ,ガチでやっていけるんじゃないですかって言うとってね、あ、そうなんや、そうなんや、つって、これはちょっと、えー、注目してかんとなぁと思っとって、で、2008年、えー、入って、で、そうそうそう。 で、走り出したら、まあ、苦労しましたよね、最初。あれ、8、え、最初、808号車でやってましたっけ。えっ、ー、とね、そう、3桁でね。で、もう予選通過できなかったんですもんね、なんせ最初の頃なんて。えー、本当にね、苦労しながら、テールエンダーでね、えー、なんとか完走っていうのはね、2008年の始まった頃でしたよ。 でえー、あの頃のの、ね、記憶として、ね、私が、ね、鮮明に残ってるのはあ,あとこれあまり知られてないですけど一番最初に走ったた車は まあ、ミクさんってことになります。まあ、あの、マッハ号があるじゃないかっていう意見もあるんですけど、まあ、マッハ号はもうマッハ号ですからね。うん、うん。あの、まあ、そんな、いたっていう感じじゃないですからね。うん。イタシャっていう感じでね、そのギャリギャリやったのは、えー、ミクさんなんですけど、これ、あまり知られてないことですけど、雑学になっちゃいますけどね。一番最初に、いたシャでチャンピオンを取ったチームって、2011年のグッドスマイルレーシングじゃないんですよ。 これ、意外と知られてないですよね。実は、2008年、そのまさに、えっ、ー、と、ミクさんが登場した2008年で、ね、苦労してたときに、えー、最終戦でですね、レオパレスモーラっていうのが走ってたんですね。えっ、ー、と、あれは、長谷美さんのところでしたっけね、そう。えー、レオパレスモーラ Z っていうのが走あ、違う、長谷さんのところじゃないわ、モーラだから、えっ、ー、と、の、後に、えっ、ー、と、22号車だったかな、えー、っていう形で、あの、 GT500 に上がってきとったモーラというチームで、えっ、ー、と、確か柳田選手と、えっ、ー、と、星野さんかあの、えー、星野和樹さんの方ね、えー、が、えー、チームを組んで、えー、そうそこがレオパレスが、えー、メインですス,、えー、スポンサーとついて、えっ、ー、と、日産の Z を走らせてとったんですよね。で、そこが最終戦のモテギでしたよね、当時モテギで。 えとなぜか選挙のりんれんとコ,コラボしたんですよ、鏡がリねレンね、えー、ボカロの。そうそうそう、で、あっ、いたしゃの兄弟がやってきたって言ってね、えー、一戦だけ応援スポットって言ってね、り、え、ん、ー、が乗った車が走ったんですよね。そしたら、なんと、その車が、まあ、チャンピオン争いをやってたんで、前の方を走ってたんですけど。 ミク、えー、さんは当時はもうテールエンダーですからね、えー、何で予選が通過できるかどうか、やったー、なんとか、えーと、午前中のフリー走行で、えー、タイム出せたんで、それでなんとか免除ってことで、えー、決勝進出できます、よかったとか、そんなような時代でしたから、そうでただ、モーラは確か当時、ランキングが3位か2位だったんですよね。でまあもう ギリギリチャンピオン届かないようなところを最終戦も走ってたんですけど最終戦の最終ラップの最終コーナーでぎりぎり大逆転したんですよね、そうそれで、えー、まさかの奇跡の、えー、あのチャンピオンと取ったんですよ、でお大逆転、最終ラップの大逆転で、ねえー、チャンピオンってばしばしって取られた車がなんとリンだったとっいう。なんです 何,何この「つるい子」っていうねミク、えー、さんがミク姉さんが後ろの方を頑張って走っとるってなんとか完走をって言っとるのにあんたちゃっかり出てきて何になんかチャンピオン獲得とかって言ってなんかみんなで写真撮られてるのよっていうね、えー、そんなね、えー、記憶ありますですので実は一番最初のチャンピオンと対戦は2008年のモーラーです <laughs> まあスポーツ参戦でねすっか忘れられてる感があるんですけど そうなんですよね。で、そこから、いやー、こんなんじゃいかんって言ってね、2009年は、えー、スポンサードをね、えー、入って、えー、ミックさんグッズね、えー、まあ他にもあのタオルとかあるのも、シャバシャ出てくるはずなんですけどね、うん、ちょっとすみません、えー、パッと見当たらんかったけど、うん。そうで、やっとって、まあ、そこからずっと応援をしてる、えー、形ですね、まあ、B マークのチーム、R&D さんも応援しながら。 うーんっていう感じで、え、手をみとって、で、まあ、2011年にね、あの、チャンピオンを取ったときはすごく嬉しかったですし、まあそっから2014年とね、で、2010、これが2017年のね、ミクさんですね。やっぱ、不思議なもんで、あの、ね、勝、えー、った時のミク、ね、チャンピオン取ったとのミクさって可愛く見えますまあ、トニー先生が私、個人的に好きですしね。 ねえこれ、ちなみにね、あれなんですよ、あのスマホに当てるとね、ピカピカって光るっていうね、え光るミクさん、かわいいんですよね、っていう、えー、ことなんですよね。まあ、そんな感じでね、何やかんやと応援してます。まあ、今年はね、まあ、ミクさん年って言われてますけど、あの3年に1回ね、来る、えー、ミクさんイヤーなんで、さあ、ミクさんが優勝できるか、まあまあ、もちろんあれですよね。ね、えー ね、応援すべきところね、でも表だと応援しちゃるところがんですけど、まあ、こっそりとね、まあ、というか、今年はスポンサーでできたらいいなと思ってますけど、ね、パーソナルスポンサーもあの。ちょっとここのところね、あの他の動画で言ってるりあり、あの特色上に追われる日々だったり、なかなかね、パーソナルスポンサーとかね、えー、やる余裕なかったんですけど、まあ、ちょっと今年はね、な、ま、ん、あ、とかね、頑張って働いて、えー、ミクさんの、ね、応援もできればと思ってますのであ、もちろんね、働くことによってね、あのねちゃんと、 別のところもちゃんと応援、ね、なるようなシステムになってますからね。えー、ということで、まあそんなもんでいいじゃないですか。えー、ということです、まあそんな感じでミクさんとは実は、えーね、やっぱレーシングミクさんはね、今年も応援してきてね、したいなと思ってますんでね、そんな感じでね、どうなることか。まあ GT の話でもしましょうかね、この後、えー。ということで、とりあえずこれぐらいで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。